今回はですね、音響の CRN755 のピックアップ交換をやっていこうと思います。でまず紹介なんですけど、これ発売は2012年の9月で、価格が5万7000円ぐらいだったと思うんです。ちょっと細かい数字ちょっとパッと出てこないんですけど、 CR シリーズですね。もう CD の再生音をより高めて、でさらにネットワーク、あと USB、 あとデジタル入力とかを足したモデルってなってますね。で音の方ですけど、高音はかなりしっかり出てて、音響らしい音が出てると思います。で症状なんですけど、ディスク入ってるんですけども読み込まないですね。もう入れてもノーディスクって表示されちゃいますね。で一応ディスクは回ってるみたいなんですけど、回った後にノーディスクって表示されてしまう。これはピックアップの劣化ですね。で、まだこれちょっと開けたことがなくて、何のピックアップが入ってるかわかんないんですよ。でも回転音的にいつもの SFP101N だとは思うんですけど、もう開けても違うものが入ってたら、注文して、でも探してもなければ、もうこのまま僕が使おうと思います。早速分解していくんですけど、正直気が進まないですね。なんか見てわかるけど、やっぱり多分この上に基板乗ってんじゃないかなと思うんですよね。RCD-M39 とか40みたいに基板を取り出さないと交換できないタイプだとちょっと嫌ですね。そうじゃないことを願います。でも分解するとこが多くなるだけなんでやること変わらないんですけど、どうせ直すんだったら簡単に直せるやつの方がいいですからね。前の音響のあれは A917 だったかな、の動画でも言ったと思うんですけど、整備性悪いです。合わないですね。直すことを前提に作ってないと思うんで、もうこれはしょうがないです。そのまま個人で直すのがイレギュラーなんで、デノンと全然違うんで勝手が違います。もう分かんないんですよ。初めて分解するんで、これちょっと戸惑いますね。怖いよ。雑にやっちゃダメなパターンのやつですね。多分プラスチックが弱いな。
まあ、当たり前ですけど落ちてきますねこれ。やりやすいかなと思ったらやっぱり整備で悪いですね。もうしょうがないし。で交換に必要なものはあの概要欄に貼っておきますので、あの必要な方はあの参考にしてください。でこ、まあ、これも、まあ、当たり前なんですけど、これもバネが2タイプあって、太い方がこっちのモーター側ですね。これ間違えると読み込み不良になったり、あの異音がしたりするんで、これは戻すとき注意してください。まあでも基本的になんかもうあのあったところに戻せば間違いはないんで、分解した時にどこに何がついてたかっていうのを記録取ったり覚えておくのは非常に大事ですね。
ショートランド処理ですね、これ外していきます。今日は忘れない。今日はちゃんと撮る。前回撮り忘れたんで。本当はもっと基板を外してやるべきなんでしょうけど、あんまり分解しすぎても分かんなくなっちゃったり手間がかかったりで、あんまりこう分解しすぎるのは良くないと思うんです。やっぱ最低限の分解する時間をして修理した方が、やっぱこう作業時間が減ると作業ミス減るんですよ。いや、これ入りにくいな。だこう最低限に分解にしてやるっていうのは、まあ、大事ですね。このケーブルをここに入れなきゃいけないんですけど、いや入らないぞこれ。入るか。これ難しいな。入ったか。入ったかわからない。入ったっぽいな。一応入ったか。
組み立てが終わったんで動作チェックしていくんですけど、まあ、今回もあの組み立てが終わった後動作チェックしたら読み込まなくて、やっぱりケーブルが抜けてました。まだやってしまった。まあしょうがないです。まああの撮影前にこれも30分ぐらい聞いてたんですけど、まあ問題なかったですね。こうやってまあ読み込んでるんで、これで修理は完了です。まあ音に関してはまあやっぱりこう CD を高音質に再生するって歌ってるんで、まあいい音ですね。音響のスピーカーと合わせて使えばもっといい音出るんだと思います。ちょっと今デノしか今ちょっとパッて用意できなくて、デノで再生したんですけど、まあネットワークもあって、デジタル入力もあって、で、同軸もあって、で、USB もあるんで、まあこの1台で入力ソースには困らないとは、思います。インターネットラジオ、まあ、CD、 いろんなプレイヤーの光デジタル入力を使う方にはおすすめのモデルだとは思います。本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。